さあもう手元の時計は45分、ついにロスタイムに入りました。ブラジルとナイジェリア、ブラジル勝ちました、1対0。したがって日本同点ゴール、日本同点ゴール、2対2追いつきました。コーナーキックから日本同点ゴール、変わったばかりの上村、上村同点ゴール。すでにブラジルがナイジェリアを破っております。したがって日本はこれで同点、あるいは勝っても3点差以上でなくてはベスト8進出はなりませんが、しかしこの男たちの意地を見ました。